修学旅行で話すなら恋バナか階段。うわあ、ホラーをよく見るので階段かな。うん、恋バナ聞くのは楽しいので恋バナで。恋バナ。階段。階段。絶対恋バナ。階段。運動部か文化部。文化部かな。もう僕は帰宅部です。バドミントン部やってみたかった。運動部です。運動部です。元バスケ部キャプテンです。運動部です。やるなら、計算ドリル10ページ、漢字ドリル10ページ、漢字ドリル。いやー、漢字かな。漢字ドリル。計算ドリル。小学校の時サボってました。通り。マルス見てねー。